んにちは、浩二です。ですね、先々月かな、ご覧のようにちょっとホワイトインクが抜けるっていうエラーが出まして、SCF2000 の方を修理しなきゃいけない状況になりました。で、これクリーニングを繰り返すとどんどん抜けてる部分が増えていくっていう状況だったもんで、おそらくプリントヘッドの上のダンパユニットっていうところ、プリントヘッドにインクを補充するユニットが詰まっているんじゃないかなっていう予想です。っていうのもこの症状1年半に1回ぐらい起きるんですよね。で、1年半に1回ぐらいこれを交換しています。で、今までと全く同じ症状なもんで、これは、おそらくダンパユニットが詰まってヘッドにインクがいかなくなる。で、クリーニングをするとそのヘッドの中に残っていたインクを使い切っちゃうので、次の、クリーニングの後余計インクが出なくなるっていう症状だと、個人的には判断したんですが、一旦それを、修理依頼しました。さっきよりひどくなってるね。もう完全にダメでですね、修理依頼に関して少し苦言を呈したい部分があるんですが、以前エプソンのサービスに直接修理依頼したんですよね。そしたらもうすぐ対応してくれて、その日のうちに、訪問日を決めてくださって、で、すぐ来てくれたということがあったので、次回からはもうエプソンに直で頼んだ方がいいかなっていうふうに思ってたんですよ。そしたらですね、代理店様から電話があって苦言を呈されまして、修理依頼は購入代理店を通して依頼してくださいと。結局何なんだろうね、代理店を通さなくてもエプソン直でも修理を依頼できるのに代理店を通してくださいみたいな話だったんですよ。で、まあそれを守って今回は代理店様を通じて修理依頼をかけたんですよね。電話しようとしたら超ホワイト企業さんなもんで9時5時しか電話がつながらないんですよ。しかも昼休み時間も電話がつながらない。で、僕がもう早急に対応してほしかったから朝の8時にメールしたんですよ。電話がつながらないから。で、朝の8時にメールして、で、ご返答を待ってたら夕方の4時に折り返しのメールと電話がありました。で、4時にでは見積もりを出しましょうみたいな話になって、で、見積もりを待ってたら5時過ぎたんですよ。5時過ぎてから電話をしたらもうすでに電話がつながらない。エプソンに電話してたら朝9時に電話してもうその日のうちに訪問日まで決まるような事例が、見積もりをエプソンに請求しますわって言ってそのまま電話がつながらなくなって、で、結局翌日の朝見積もりを送ってきたんですよ。最短であれば修理の連絡をした当日の訪問は無理でも翌日に予約を入れる可能性はあったわけですよね。それが実際見積もり出たのが翌日になるから、修理に来ていただけるのはもう翌々日、要は1日必ず遅れるんですよ。で、最悪なことにその日が、見積もりを出してくれた日が金曜日にそんなことをされたらもう来週まで修理はお預けですよね。こちとら急ぎのオーダーがあれば土曜日曜も作業しなきゃいけない時もあるのに、まあ実際そうだったんですけれども、その状態で木曜日のうちに連絡して金曜日に修理もしかしたら来てくれるかもって思いで急いで朝一に連絡しているんだけれども、それがもう確定で翌週になってしまうっていう、そういった事案になっちゃったんですよ。夕方になった時点でその日のうちに見積もり取って、で、エプソンのサービスと打ち合わせして終わってくれるんならまだしも、電話もメールもつながらなくなっちゃう夕方5時で、それはおかしいだろうと。夕方5時で仕事を終わらせるなら5時までにその日のことを終わらせろよっていう話なんですよね。しかもエプソン直で連絡しても修理対応してくれるのに、なぜ代理店をわざわざ通せと怒られたのかっていう部分もありますよ。人にですね、エプソン直で頼まないでください、代理店通してくださいって言うんだったら、その代理店が
エプソン直で頼むのと同じぐらいの迅速さで手配してくれないと意味がないんですよね。で、それだけの手間をかけて一旦代理店を挟んで代理店から提案される見積書っていうのが、こちらですって出したいところだけれども、よく考えたらこういった書類も一応著作権が発生するらしいんですよね。なので、手元に見積書はあるんだけれども画面には出せないんですが、一応ちょっと見ていきますね。 SCF2000 事前修理見積書、最初の項目、これ外せない項目ね。エプソン修理メンテナンス費、これが必ずかかります。で、これが11,000円で、エプソン遠距離交通費、これだいたいエプソンのサービスセンターからうちが60キロぐらい離れてるのかな。なのでこれが14,000円、要は来てもらうだけでこの25,000円は確定で、3番目の項目がエプソン技術料が25,000円ということは、来てもらってもう修理前提で来てもらって見てもらったらもうこの5万円はかかるということね。で、この5万円は 100% 確定します。で、これが税抜きです。5万円、消費税だけで5,000円で、これはもうしょうがないともう割り切ってます。その次の項目にプリンタヘッド143,000円が書いてあるんですよ。これどういうことかというと、要はもう最悪な状況を想定した見積もりになってるんですよ。で、この最悪な状況を想定した見積もりっていうことで、まあこのプリンタヘッドがついて、でその下に、メインテナンスアッセンブリー BC で13,650円、ダクトクラッシー BCC っていうやつが12,350円、おそらくこれがダンパユニットっていうやつね。で、これのこの3つの部品っていうのはもうインク詰まりで最悪な場合の、マックスの部品代ね。で、何を言いたいかというと、これ最悪の場合のマックスの見積もりなんで、この見積もり毎回一緒なんですよ。毎回同じ見積もりを出すのに、その毎回一旦見積もり出しますねって一泊置いて最悪一晩またぎます。なのでもう見積もりはいらないって言おうかなっていうぐらい、ただ向こうとしてはこれで OK しましたよねっていうあれが欲しいから見積もりを挟みたいんでしょうね。来て予想以上に金がかかった、どういうことだって言われるクレームを避けるためにこれを出したいんでしょうが、まあおそらくこの来てもらうだけで5万円っていう部分でだいぶクレームはあると思いますよ。ただこれはもう僕もね、5、6回修理来てもらってるから、もうこれはもうしょうがないと思ってる。で、おそらくこのダンパユニットで12,350円の交換が挟まるから、5万プラス12,350円に消費税でだいたい7万円の修理っていうのはもう理解して修理をお願いしている。ただもう見積もりにもヘッドが入っちゃってるんですよ。万が一のマックスの修理代金で毎回同じ金額の見積もりが出ます。だからね、その迅速さっていう部分でね、非常にね、前時代的なことをやっている。で、この24万ぐらいの見積もりになっちゃうんですが、合計で、まあもうこれでもう了解するしかないですよね。24万は出せんわって言うたところで、じゃあ修理やめときますかって、それおかしいでしょ。ちなみにですね、このエプソンのメンテナンス費、交通費、技術料で5万円がほぼ毎回確定なんだけれども、これがですね、ブラザーさんだとどうなんだっていうのを一遍調べたことがあるんですよ。そしたらまあこれはもう本当人の話だからね、確実性はないんだけど、この遠距離交通費14,000円かかってるこういうやつはブラザーさんないって言うんですよね。ないんだけれども、この技術料に該当するような部分が5万円かかると。だから結局来てもらったら5万円っていうのは変わらないみたい。ブラザーさん持ってる人、まあ修理頼んだらどんなもんかね、コメントいただけるとありがたいんですが、まあこの辺はね、どのメーカーでも一緒みたいですね。もう来てもらったら5万円ぐらい飛ぶみたいな感じで、でそれプラス部品代っていう修理ですね。
でまあこれに関してはもうヘッド交換が必要だったらもうヘッドは交換しますよっていうレベルですから、まあしょうがないんだけど、24万高いよね。でね、この修理代金とか高いなっていうのを言うじゃないですか。でメンテナンス費、交通費、技術料でもう毎回修理来てもらったら5万円かかっちゃうのみたいな言ったら、代理店さんの返答はもう決まって、それでは保守契約入ってもらえればこの辺全部かかりませんよっていう話になるんですよ。でその保守契約の料金なんですが、購入時に3年で49万5千円3年で49万5千円僕だいたいさっきも言ったようにダンパーユニットの交換が1年半に1回ぐらい生じているから、年間だいたい7万円ぐらいの修理代かな。年間7万円ぐらいの修理代で1回ヘッド交換してる。5年に1度かな。5年に1回14万3000円の交換が生じる。年間3万プラスか。だから年間10万円ぐらいの修理代金で済んでいるのに、3年で49万5千円の保守料金がかかるんですよ。で、購入後5年経った、5年じゃない、3年過ぎた後の保守料金がいくらかというと、年間27万5千円。年間27万5千円。まあ確かに年間27万5千円払うんだったら、この今見積もりでもらったヘッドから何から全部交換してもらう修理を毎年行える。毎年行っても保守料金と変わんねえんだよっていう話なんですよね。この保守料金バカじゃねえのって思うよね。うん、保険屋さんとかね、だいたい払い戻しの確率とお客さんから預かる金額と計算して、だいたいこれぐらいだったら、まあ、得する人は得するしみたいな感じの金額を弾き出す、それがあの保険料金みたいな感じなんだけれども、で、ただこの保守料金もね、実際にサービスを受けている人の平均の修理代金とか計算して出してんのかなって話なんですよ。僕今まで平均して毎年10万ぐらいしか修理代金がかかっていないのに、なぜ年間27万5千円という設定の保守料金があるのかっていうのが疑問だし、でそんな金額の保守なんか入るわけないじゃないですか。うん、これがね、保守料金が10万円だったらね、入る。うん、入るっていうか、もう最初だったら分かんないから入らなかったかもしれないけれども、その1年半に1回ぐらいダンパーユニットの交換が必要っていう話になったら、10万払ってた方が安心して、依頼をかけれるよね。で依頼かけた時にもしかしたらヘッドもみたいな話になって、どうぞ交換してくださいってなるよね。だからね、このね、保守料金の設定もおかしいし、しかも何ていうかな、代理店特権みたいなのがありすぎる。もう修理も代理店通してくれ、でインクとか消耗品も代理店からしか買えません、で代理店と保守契約をしますみたいな、うん、代理店どんだけぼってんだよって話だよ。まあちょっと愚痴っぽくなっちゃったけれども、もう実際にね、SCF2150 とか新しい機種出てるから、でその新しい機種を購入するときにね、その保守に入った方がいいのかどうかっていうのを判断してもらうための材料になってくれればいいかなと思います。で僕の場合、その使用頻度がね、やっぱり業者さんの中では少ない方、うん、年間にもう500枚600枚ぐらいしかプリントしてないんじゃないかな。うん、500枚ももしかしたら行ってないかもしれない。なのでそれぐらいの使用頻度だったら年間まあ10万いかないぐらいの修理代金で済んでるから、保守契約の27万5千円はいらないよねっていう話ですわ。であとダンパーユニットの交換が1年半に1回ぐらいって言ったけれども、それは僕の使用頻度でだから、もしかしたら、ものすごく大量に作ってるところは半年とか1年に1回ダンパーユニット交換が必要なのかもしれない。うん、詰まっちゃう。そういったことも考えて保守を考えてみてもいいかなっていうのはありますね。でね、この代理店のシステムみたいなのをどうこう言ったところで変えれるわけもないし、もうね、導入する方はもうこの動画でね、言ってることを参考にしていただければと思います。修理の依頼とかももう代理店を通さなきゃいけないから、もうね、気がついたらというか、もうこれ
修理必要って思ったらもういち早く電話もしくはメールで、メールとかしても1時間2時間経っても返事なければもうすぐ最速の電話した方がいい。もうその日のうちに決定したければもうそれしかないね。で、あと見積もりとかももうマックスで見積もり来ちゃうからもうそれ了解するしかない。あとは来たサービスマンとお話しして、でどこを交換してもらうかの相談だね。で、あと補修金額ね、補修金額に関しても、自分の使用方法使用頻度に関して、その辺の参考にしてもらえればな程度ですね。まあ今回はちょっと愚痴っぽくなっちゃったんですが、お金の話になるとやっぱりね、少し納得いかないことがあるとちょっとねこうやって熱くなっちゃうこともあります。で、まあ少しでも参考になればと思って、こうやって動画にしました。以上です。